ある人や気になる場所、気になることにアクセスするトラベルウィズタクトのコーナーですが、今日は私がですね、非常に気になる人にアクセスということで、またこの方々、スタジオに、帰ってきていただいた方もいらっしゃいます。では、自己紹介をお願いいたします。おはようございます。エグザイルザセカンド、立花健一です。はい。エグザイル哲也です。エグザイル正吉です。よろしくお願いいたします。お願いします。あ、今日正吉さんは、はい。シラフだと考えていいですよ、今日。ちょっと待ってください。あれ、はい、僕いつもなんか、二日酔いキャラみたいな。あ、それ、それないですよね。大丈夫ですよね。え、違うの？今日は、大丈夫。いや、僕はいつも聞いてるんですよ、はい。これ終わって、大体朝収録終わったら、ちょっとサウナ行くっていう流れを。あ、実は、はい、大阪ではちょっと行きますね。行かれちゃう。サウナ、はい、ね。よく行くんですけど。え、ちなみに今日は昨日軽く行きましたけど、行ってるんだね。超行きですね。いや、昔アツイさん来ていただいた時に、はい、いや、初期さんも前日まですごく飲んで、すごい元気に来られるんですよ、はい、彼若いからねって言ってましたから、ね、インタビュー with EXILE THE SECOND で、ケンチさん、はい、本当に先日ありがとうございました。とんでもないです。いや、もう大阪城ホールのライブで、その MC の時に FM802 と言っていただけませんかというお約束だったんですが、はいはい、そういうことで言ってたんですね。なるほどね。そういう急に FM802 って言い出すから、ね、3、4回しかも言ったんですよ。もう念押しで僕3回ぐらい言いましたからね。ちょっと空気関係なく言ってたよね。あれもね、ぶった切んないといけなかったから、すごかった。でもその後一応状況を説明しましたけど、ね、ああ、すみません、本当に。でもね、結構来てますよ。あややさん、八尾市の女性も、ケンチさん、リーダー、お約束通り802って叫んでくれましたね、とね。まゆみさんという方も公約を果たしましたと、言ってくれまして、802を何回も連呼してくれましたとか、はい、ライブがとにかく最高に楽しかったです。チャーさんとか、嬉しい、パンコさんという方も来てますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。でも僕あの時あれですよ、はい、タクトさんに、はい、タクトさんがもしもセカンドのツアーの楽屋裏に来てくれて、はい、一緒にアップルームでトレーニングをしてくれたらその公約言いますって言って、そうなんです。ライブ後その日来てくれたじゃないですか。はいはい、ありがとうございました。見返していただきました。本当にその後面会させてもらって、はい、その後僕言いましたね、この後お待ちしてます、はい、いや、ちょっとそうそうそう、いらっしゃらなかったんで、あれどうしたんだろうなと思って。いや、そうなんですよ、ね。まあ、僕見に行きたいなと思ったら、もうランページがもう使ってますって言われたんですよ。クールダウンで使ってんじゃなかったら、約束守らないのかな。いや、本当は行きたかったんですけどね。あ、じゃあ神戸の際にぜひ。本当にいいですか。3日間あるんで、どこでもいいです、はい、そうですよ、はい、あれですね、はい、まず氷風呂ですね。あ、いいですね、氷風呂。何もしてないのにクールダウンっていうですね。あれだけ体験してもらえばいいかもしれない。そうだね、そうしましょう。インタビュー with EXILE THE SECOND。 あれ、正木さん今日おとなしいんですよ。そうですね、はい、おとなしいですか今日。今日はソロで来るときとってことですか。いや、そうそうなんですよ。やっぱりソロで来るときはもう自分しか喋る人がいないんで、あ、そうですよね、委ねることができないみたいな感じで、ね、あ、ってことはそのEXILE THE SECOND の中でも一番成功って感じですか、やっぱり。いや、まあ年では末っ子になりますけど、でもなんかキャラではなんかそういう感じではない気がしますね。あ、はい、それぞれキャラがあると思いますけど、まあ多分あると思いますけど、ケンチさんは何なんですか。もうケンチさんはやっぱりもう長男というか、はい、そうですね、もう仕切ってくださってるって感じですね。そうなんですね。で、テツさんどうですか。僕はコーヒーじゃないですかね。コーヒーなんですか。コーヒー入れる人、コーヒー入れる人感じになってますね、最近。そう、コーヒー入れる人、はい、あ、そう、で、お母さん的な感じですか。お母さんでいいんじゃないですか。お母さん、まあ、なんか必ず小吉は朝、はい、紙コップ持って僕のとこに来てコーヒーもらって。あ、そうです、もうコーヒーね、だってもう精通してらっしゃるから、ね、完全に毎朝食事コーヒーです、ね、ちょっとコーヒー美味しい。いや、美味しいってもんじゃないですね。極めたらすごいですか、やっぱり。いや、本当にもうちょっと普段困りますね。嘘。哲也さんのコーヒーと、これ以上ないプロモーション。哲也さんのコーヒーと出会ってしまったら、いや、本当に本当に本当ですか。いや、そうなんですよ。それぐらい美味しい。いや、本当にそれぐらい美味しい。でも昔から、はい、哲也はまだこういうコーヒーキャラを確立するまでにもう全然自発的に自分でコーヒー好きなんで、はい、自分で毎朝起きて入れて、メンバーのために毎日こう入れてきてくれたんですよ。ほんとほぼ毎日入れてきてくれて、毎朝みんな楽しみにしてるんですけど、
と本当に最初はそのねギブの精神から始めてたのが、うん、たまに忙しくて入れてない時があって、うん、この前小吉がふと「てっちゃん今日コーヒーありますか?」って言ったら「あごめん今日ないんだよね」って言ったら「あ、そうっすかみたいな。あれ逆にそあれすごいなんか そんな冷たい感じだよね。じゃない、なんかもう胸が苦しくなった。そんな冷たい感じではないですけど、なんかすごく、ね、逆に言えない日がちょっと申し訳なさすぎる感じ。苦しくなってしまった。インタビュー with EXILE THE SECOND アルバムもね、わー、ほんと楽しかったです。3月1日に、Born to be Wild っていうタイトルで、リリースになったんですけども、頭からほんと元気になりますねこれ。でもワイルドセクシーだけど時折こうキュッとなるバラードもあって、うん、これ非常にカラフルなアルバムできましたね。そうですね、うん、本当にあのジャンルレスというか、うん、もう本当にジャンルに特化されないあの本当に自由なあの音楽を表現できましたね。なんか、うん、あの EXILE THE SECOND の特色の一つとしてなんか本当にあの多ジャンルというかいろんなジャンルに挑戦できるグループだと思うんですよ。なんかそれをまさしく表現できたアルバムかなっていう風に、ね、ですよね。はい、EXILE の曲とやっぱりこの SECOND の曲ってまあもちろんアプローチも違う曲があったりするけれども、はい、そのパフォーマーの皆さんにとってもこれはやりやすいとかあるんですか、やっぱ表現の。そうですね、うん、EXILE とやっぱすごいテーマ感とグループの規模感と、まあ、壮大な曲がやっぱり多くなってくるっていうのもあって、まあ、パフォーマンスもありつつそういうテーマ感をやっぱり優先するんですけど、うん、セカンドの場合やっぱり小吉が作ってくれるのは僕らが踊って小吉ネスが歌って本当に純粋に楽しくパフォーマンスできるっていうのがすごい根底にある気はしますね。伸、うん、び伸びやらせてもらえてる感じです。そうですよね。でこれまだね実はツアー続くんですね。追加公演が3月10日11、12神戸です。追加公演です。であの神戸からちょっと面白いのが、うん、あの普通はあのライブツアー全部終わってからあのライブ DVD が見れるっていうのが、うん、あのいつものパターンなんですけど、ね、はい、今回、はい、もうライブ続いてるのにライブ DVD 出しちゃってるので、そうですよ。だから神戸から、はい、もうライブを見て、はい、帰っても見れるんですよ。そうなんです、思い出して見れるっていう、このこれあのエグザイルドライブ前代未聞なのでですね、はい、これちょっとファンの方にとっては新しい楽しみ方じゃないのかな、ね、ちょっと感想を聞きたいですね。確かに、ね、やっぱりちょっとあの終わるまで待ってほしいとか。あ、なるほど。でも逆に見れて内容が分かって楽しかったとか、なんかいろんなちょっと感想がね欲しいですね。うん、そうですね。まあこのツアーがまだ神戸も続いたりありますけれども、はい、まあ、今後でもあれですか、もう EXILE THE SECOND としてもまだまだリリースもあってライブもいろいろ展開していくっていう、そういう思いですか、はい、ケンジさん。そうですね、うん、今年の計画も今みんなでいろいろスタッフさん含めていろいろ話し合ってる最中で、うん、多分去年以上に猛スピードでいけるんじゃないかなっていう気はしてるん で、まだでもこれから発表なんですけど、ちょっと楽しみに待っていてほしいなと思います。そうですね、はい、ぜひ皆さんもご期待ください。では最後に1曲お送りしてお別れしたいと思いますけど、曲紹介をではいただきましょうか。どうしましょう。はい、それでは聴いていただきたいと思います。EXILE THE SECOND でスーパーフライです。はい、今日どうもありがとうございました。